おはようございます。お食事をお持ちしました。失礼します。朝食のお支度をいたします。やはり見ていたのですね。気がつきませんでした。いえ、あの場合はあれでいいんです。誰かに見つかったとしても私一人ならいろいろ言い訳ができますから。中に入れるかどうか調べてました。はい。あそこには地下室が。マッシュルームの栽培場として使っていたと本社の人に説明されましたが、今は建物が老朽化して危険だから近づくなと言われてるんです。マッシュルームは光を当てないで作りますからね。推測ぐらいしか。この先は私をパートナーに選んでくれたらお話しします。あの建物はいつも庭師のゲオハルトが見張ってるので近づくときは注意してください。ええ、昨日は珍しく姿が見えなかったので私も行くことができたのですが、お食事の支度をしてよろしいでしょうか。では。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。仕事ですから。今年で3年目です。4人の中では一番長くいます。はい。ドクターは、その…
私たちにどんな印象を持たれたでしょうか。はい、誰が一番気になりますか。ジョークでもみんななんて言わないでくださいね。ドクターは陽気な子がお好きなんですか。ジェーンはあの性格だから無防備にアプローチをかけてくると思いますけど、手を出してしまったら最後抜き差しならない事態になるのを覚悟しておいた方がいいでしょう。この島から出たければ十分ご注意ください。お召し上がりください。お祈りはしないのですね。今日は日曜日です。この後、祭壇の間でミサがあるのですが、よろしかったら参列してみませんか。お待ちしてます。いらっしゃったのですね。もうちょっと待っててください。司祭様が来たらすぐに始まりますから。ドクター、ボンジョルノ。トマトにも弱いよ。よう、珍しいな。ん？こりゃひでえ格好だ。ネクタイもしねえでミサに出る気かよ。日本人ってな、どこにでも同じ服で顔出すんだな。お待たせいたしました。それでは本日のミサを執り行います。
おや、ドクター。これはこれは、ミサへご参列いただけるとは。はい、この私がミサを司ります。どうしました？そうですか。では本日のミサを。はい、そうですね、昼過ぎまでは。もちろん構いません。それで結構です。父と子と聖霊の御名によりて、アーメン。神よ、私は罪を犯して心から愛しているあなたに背いたことを深く悔やんでいます。御子イエズス・キリストが十字架の上で流された御血によって私の犯した罪をお許しください。お恵みによって心を改め、再び罪を犯してあなたの愛に背くことのないよう決心いたします。天の意図高きところには神に栄光、地には善意の人に平和ある。我ら主を褒め、主をたたえ、主を拝み、主をあがめ、主の大いなる栄光のゆえに感謝し立てまつる。神の主、天の王、全能の父なる神、主なる御一人イエズス・キリスト。神なる主、神の子羊、父の御子、世の罪を除きたまう主よ、我らは憐れみだ。世の罪を除きたまう主よ、我らの願いを聞き入れたまえ。父の耳に座したまう主よ、我らを憐れみたまえ。主の御聖なり、主の御王なり、主の御意と聞かし、イエズス・キリストよ。はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なりき。ご見学ありがとうございました。
ご感想はいかがでしたか？それは何よりです。願わくば次のミサもご参列ください。お待ちしていますので。ドクター、ずいぶん疲れた顔してますね。大丈夫です。彼は司祭服を着ているときは聖職者ですから。怒らせると怖いですよ。
何？え？そうなの？私はブルーノに従ってるだけよ。育ててくれたのもあの人だし。みたいなものよ。ここにいるメイドは大体そうだと思うけど、事情は人それぞれだけどね。おしゃべりが過ぎたわね。仕事に戻るわ。平気でしょ。ごめんね。もうちょっとだけ歩いていい？向こうの岩場のあたり、夕日がすっごく綺麗なんだ。
もしちゃうのね。私はどっちかっていうと大きな町に憧れるな。田舎育ちだからそういうとこで暮らしたことないの。ニューヨークとかシカゴとか LA とか。うん、移民した親戚の人たちから小さい頃に話を聞いたの。それがきっかけでハリウッド映画が好きになったんだけど、やっぱり行ってみたいな。できれば市民権を取りたいぐらい。でもニューヨークに住んだらあんな風になっちゃうのかな。それはちょっと嫌かも。あ、ひどい。言いつけちゃおうかな。ここでは英語で話さなきゃいけないから自分の名前も英語風にしちゃったの。それになんかそうした方が自分じゃないみたいで、お芝居してる感じがしていいかなって。私って変かな。それは内緒。恥ずかしいからダメ。妙ってことはないと思うよ。やっぱりやめとく。戻ろうか。日が沈みかけてるよ。じゃあ行こう。どうしたの？あ、待ってドクター、お願い、それは拾わないで。あ、ダメ、捨てるのもダメ、無駄だから。私にそれを渡して。しなければいけないの。
ごめんね。もし話せる時が来たら絶対に話すから。ところでドクター、日本には何か気の利いたジョークはないかね。そうだな、私から言わせるとイタリア人のジョークはもう一つ深みが足り、イタリアのはむしろジェスチャーで笑わせようとするからな。ドイツ人と日本人とイタリア人の兵士が連合軍の捕虜になった。彼らは拷問を受け、作戦の機密を話せと迫られた。だが最後まで何も喋らなかった兵士が一人いた。それは誰だと思う？なぜだね。ごめんと。ドクターとはこれからも楽しく食事できそうだ。次は君の方からジョークを聞かせてくれっかね。